しばらく寝とけっての。
もしもし。綾部だ。今お前の後ろにいるよ。勝手に人んち上がり込みやがって。それが松金組強盗事件の捜査資料。捜査資料だ。寝ぼけやがってヤクザが泥棒に入られたっつって百刀はするかよ。え、札が大勢事務所に来ちまうんだぞ。松金組の件は事件にはなってねえ。この資料は全部俺の独自情報だ。金は揃えてあるな。情報料10万だったよな。毎度。わかりやすいな、これ本物の捜査資料みたいだ。刑事がどれくらい書類作ってると思う？星追ってる時間より書類作ってる時間の方がずっと長いんだよ。得意な顔しちゃってまずこれが松金組事務所の間取りだ。1年前強盗に入られた当時のものだが、まあ今と変わってないだろう。多分な。強盗はまず事務所に入る組員に紛れて監視カメラをかわした。でその死角で組員の頭を拳銃で殴って気絶させてる。その時事務所は留守を預かる海藤が一人きり。午後3時松金組の事務所が一番手薄な時間だ。そして強盗は油断しきってた海藤に銃を突きつけ金庫を上げさせた。強盗は一人だろ。なのにあの海藤さんがあっさり。強盗は海藤に銃を突きつけた後天井を一発撃ち抜いてみせた。銃は本物となれば誰だって動けるもんじゃない。で脅されるまま金庫を開けた後は海藤も頭を殴られて気を失った。ここまでが事件のあらましだ。話聞いてると強盗の手際が良すぎるな。ああ腕がいいのもあるがそれだけじゃないな。金庫の場所や事務所が手薄な時間、内部情報に詳しくなきゃここまでスマートにはやれん。組の中に賊を手引きした内通者がいたはずだ。それはそれとして、なんか海藤さんが不自然だな。あの人ならもっと抵抗しそうなもんだけど。さすがだな。ん？さて今までの話は所詮前振りだ。こっからが10万の価値がある情報でね。さっき俺は事務所に海藤は一人だと言ったな。だが実際にはもう一人松金の組員がいた。え？東だよ。強盗が金を奪っているまさにその時あいつもあの場にいたんだ。なんだてめえ。金庫を開けろ。逆らえば撃ち殺す。面白え。やるなら一発で殺せよ。でないとお前が死ぬぜ。フロアの隅で組長の靴を磨かされていたらしい。それで異変に気づいた時にはもう出るに出られなかった。わかった。やめろ。やめるんだ。
金ならくれてやる。東はそこで強盗の顔つきや体つき、特徴を記憶に焼き付けてた。結果として誰も死なずに済んだし、それがベストの行動だったが、兄貴分を見捨ててむざむざ1億渡したとも言える。ヤクザとしちゃ指詰めもんだ。だからカイトは東もあの場にいたことを誰にも言わずにいてやった。そして消えた1億の責任は自分一人で全部かぶった。これでやっと腑に落ちたよ。なるほどね。カイトさんらしいだろ。でもその後は1億は東が犯人から回収したって聞いてる。何があったんだ。犯人の素顔を見てた東は一人でそいつを追い始めた。金を取り戻せば海藤の波紋も取り消せるんじゃねえかってな。それで警察のデータベースから犯人の顔を探そうとした。なるほど。じゃあ東はそこであんたに頼ったんだな。わかるか。出なきゃあんたがこの事件を知ってるはずがない。警察には通報されてないんだろ。そういうことだ。で、東は警察の前科者リストから星を見つけ出した。そいつはカムロ町のホームレスになっていて、赤花と呼ばれてた。今そっちの端末に写真を送った。赤花がホームレスになる前の顔だ。そんな言うほど鼻赤いか。俺に言われても知らねえよ。まあとにかくその後東は1億を組に戻したってことらしい。じゃあつまり赤鼻を見つけて金を回収したわけだ。でも海藤さんの復帰は叶わなかった。代わりに東は組の中でそこそこの出世はしたよ。頭の覚えがめでたくなったってわけだ。赤鼻はどうなった。東から何も聞いてない。まあ俺も別に聞きたかないね。まさか東が赤鼻を始末した。さあな。でもどうだ、10万払った価値はあったろう。1年前、赤鼻の名前を掴んだ東は多分町中のホームレスに聞き込んだはずだ。俺も同じようにやれば会えるかな、赤鼻に。ちょっといいですか。なんだい。赤花って人を知りませんか。カムロ町のホームレスらしいんですけど。いや知らないね。
俺はここらに来たの割と最近だから。ああそうですか。どうもお邪魔しました。ちょっといいかな。ああ、赤花って人を探してるんです。俺らの仲間？ホームレスか？会ったことはある。でももう1年ぐらい見てないな。どこにいるかは知らないよ。なんか一杯飲んだら思い出します。いや本当に知らない。他は当たってくれ。ちょっといいですか。人を探してるんです。赤花って呼ばれてる人なんですけど。赤花ね。そんなに赤くねえじゃねえか。やっぱそう思います？俺もそう思ったんですけど、仲間からはそう呼ばれてるみたいで。俺は知らねえよ。他は当たんな。そうですか。ちょっといいかな。うん、兄ちゃん何？人を探してまして。赤花って人なんですけど。赤花？ちょっとわからないな。そうですか。けど仲間に聞けばわかるかもしれないよ。本当ですか？なあ、まあちょっと時間はかかると思うが。構いません、お願いします。いいよ。その代わりと言っちゃなんだが、兄ちゃんちょっとこのプレイパスで遊んできてくれねえか。これは最近カムロ町振興会が新しく始めた遊びでさ、 VR スゴロク第9ってのがあるんだ。 VR スゴロク？体感型アトラクションっていうのか。
実際に自分で動き回ってやる人間スゴロクらしい。で、そのプレイパスがあると劇場前広場裏のゲーム会場でプレイさせてもらえるんだ。へえ、そんなのあるんだね。見事クリアすると景品だなんだが手に入るらしいんだが、ほらこの通り足が悪くてね、プレイできないのよ。動き回るとかだと、確かに大変そうですね。仲間たちも挑戦してるみてえだが、なかなかクリアできないらしくてな。兄ちゃんなら若いし期待できそうだからさ、俺の代わりに景品もらってきてくれよ。どうだ、面白そうだね。わかった、すぐにクリアしてくるからここで待ってて。おお、それじゃあその間に俺も仲間に知ってるやつがいないか聞いてみるわ。よし、ゲームスタートだ。
ここだ。さあ来い。さあ来い。行くぜ。
どんどん行こうや。せーの。やろう。くっそー、ダメか。いい加減にしろよ。兄ちゃん、どうだった VR すごろく、クリアして景品もらえたかい。いや、悪いな。なんだ、ダメだったのか。まあいいよ、足使わせちまって悪かったな。ところでよ、兄ちゃんが探してた赤花ってホームレスの件、知り合いに聞いてみたんだ。残念ながら赤花の居所は分からなかった。ただホームレスを探すならいいとこがあるらしい。ん？そう言ってる人がいてね。ああ、ちょうどいいや。その人が来た。なあ、誰かホームレスを探し回ってる人ってあんたか。もう見つかった？いや、まだだけど。なら、カムロ町の児童公園に行ってみるといい。ボランティアの炊き出しやってるから、この辺のホームレスならみんな集まるはずだよ。そっか、ありがとう。いいんだよ別に。じゃこれから児童公園の炊き出しに行くとこだよ。そこで例の強盗と会えるかもしれない。お前今もカムロ町にいると思うのか。組の事務所を襲ったやつがよ。本人はいなくても何か情報があればと思ってね。綾部の話じゃ
松金組を襲った強盗は赤花っていうホームレスだった。赤花、ホームレスが犯人なのか。みたいだな。ただ東が金を回収した後、赤花は生きてるかどうかもわからない。そうか、わかった。俺も行く。児童公園だな。いや、悪かったね。炊き出しここじゃやってなかったよ。勘違いしてた。俺に何か用か。ああ、赤花に頼まれてな。みんな年食ってんな。なんで俺を襲った？あんたが何者か知りたかったのだよ。なんで今になって赤花を調べ回ってるのかって。あんたら赤花を知ってるんだな。あいつは生きてんのか？いや、死んだよ、とっくの昔だ。なんで死んだ？1年くらい前、赤花が下水に沈んでたのを見た奴がいる。銃で撃たれた跡があったって。銃？その死体、警察には？いや、届けてないんだな。俺らは警察が好きじゃないし、向こうもドブで死んだホームレスの事件なんて面倒なだけだ。死体だってもうどっかに流されちまったよ。それでも俺らは赤花に何があったか突き止めてやりたかった。せめてもの供養にな。そっか。誰が何であいつをやったかは今もわからねえ。ただその頃、東条会のヤクザが一人あいつを探し回ってた。東か。そのヤクザが赤花を殺したのか？わからねえ。俺らがヤクザ相手に嗅ぎ回れるわけねえだろう。だからあんたからなら何か聞けるかと思ってよ。それでさっきは。あいにくだったな。そいつは下手なヤクザよりタチが悪いんだ。
ガキん頃から喧嘩の場数だけは踏んでてよ。それもカムロ潮流でだ。遅かったな、カイトさん。1年前に赤鼻を探し回ってたってヤクザ、こいつか。ああ、こいつだ、間違いないよ。1年前、東は強盗犯だった赤鼻から1億を回収して組に戻している。その頃下水道には赤鼻の射殺隊が上がっていた。となると犯人は誰だと思う？俺にはどうしてもあの東が人を殺せたとは思えねえ。銃だって下っ端のあいつがどっから調達した？銃くらいどうにでもなる。ここはカムロ町なんだぞ。東に話を聞きに行く。あんたも行くだろ、カイトさん。あんたは東に何があったか知りたかったんだよな。ああ、分かってる。東はシャルルにいるはずだ。ヤガミが、カイトも一緒です。どういうつもりですか、カイトさん。抜き打ちで押しかけてきたのはそっちが先だろ。何の用だっつってんだよ。東、お前赤鼻を殺したか。え？1年前松金組に押し入った拳銃強盗だよ。そいつから1億回収したのはお前だったよな。でもちょうどその頃、赤鼻の死体を見たって人間がいる。撃ち殺されて下水に沈んでた。東さん、黙れよ、人聞きの悪い。本当にお前が赤鼻を殺したのか。どうなんだ東。あん時俺は兄貴を助けたかったんですよ。金さえ取り返せば波紋も取り消せるって。そのためなら何だってやる覚悟でした。なのに今は海藤の兄貴に銃向けんのか。うるせえ。俺とターボを殺す覚悟ができたってことか。
んたの銃、俺ら全員の口塞ぐには弾が足りんな。何？このてめえ赤目、何やってんだ。行けお前ら、じいさんたち外出てろ。ぶっ殺すよ。やっと俺の出番だな、タボ。ああ、給料分は頼むよ。おっしゃ。やってねえんだ。ん？赤花を殺したのは俺じゃねえ。じゃあ誰がやった？赤花が松金組の金を奪った時、組の中に誰か手引きした内通者がいたはずだ。そいつは赤花にいろんな情報を与えてた。事務所が手薄な時間帯、金庫のある場所はもちろん、その中に確実に金がある日時でなきゃ、ヤクザの金を奪うなんてまず不可能だ。その内通者が赤穴を殺したんじゃないのか？真相の口封じをするために。そうかもな。誰なんだそいつは。そこまでしてなんで組の金を？金は二の次だったんです。あ？海藤の兄貴を潰すことが内通者の本当の狙いでした。だからわざわざ兄貴が当番の日に金庫を。俺を潰すため？じゃあまさかその内通者ってのは羽村の頭か？頭にとって兄貴は組の中でただ一人の脅威だった。兄貴さえいなくなりゃ松金組を完全に掌握できる。あの人はそう踏んだ。確かにな、実際今そうなってる。
頭に逆らえるもんはもうただの一人もいねえ。あの人にはそれだけの稼ぎがあって力がある。頭あっての松金組だ。赤鼻が死んだ時何があった？お前は全部知ってるんだろ。東、1億が奪われて兄貴が破門になった次の日だ。俺はサツから情報を買って、その夜にはもう赤鼻の名前と顔を手に入れてた。そいつで街中聞き込んで行き着いたのはカムロ町の下水道だった。ただそこにいたのは赤鼻だけじゃなかった。羽村の頭もそこに？ああ、頭は赤鼻から9000万を回収して高飛びさせようとしてたんだ。つまり赤鼻の報酬は1000万、それで円満におさらばのはずだった。誰だ？出てこい！羽村の頭？頭ですか？俺です、東です。東？なんでてめえがここにいる？一人か？あの そこのホームレス、赤鼻って言って、そいつが事務所の1億を。恨むならあのバカを恨めよ。なんだ。頭、そいつはまずいんじゃ。お前なんで奴が犯人だと分かった？それは俺は全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと、綾部から札の情報を買って赤鼻にたどり着いたこと、言葉が途切れたらそこで撃たれるって、そう思って必死に喋りまくった。なるほど。で、怪盗の汚名を晴らしてやる気だったか。あの野郎もいい射程持ったな。殺さないで、お願いします、勘弁してください。頭、本当にやるんで？そうだな、死にたくなきゃ俺に忠誠を誓え。そいつを形にしてみせろ。でもどうすれば？こうすんだよ。お前がここに来なけりゃこいつは死なずに済んだ。それどころか1000万手にしてたんだよ。かわいそうにな。お前がこいつを殺したんだ。お前、女みてえな声出すんだな。興奮するじゃねえか。それでお前も本物のヤクザになったな。
それはお前がやったわけじゃない。ああ、だが俺はその前には町中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでた。そして奴を撃った銃には俺の指紋、傍から見りゃ言い訳できねえ状況が揃ってる。俺の顔悪くなったって言ってたよな。実際俺もそう思ってた。なあ、今の話をおやっさんに言ったら頭を抑えられたりは？無駄だ。親父にはもう頭を止める力はねえ。事情を伝えたとこであの人を困らせるだけだ。東もそれが分かってたからずっと一人で飲み込んでた。そっか、そういうことなんだな。俺先に帰るよ、海藤さん。ん？積もる話があんだろ、あんたらには。邪魔しちゃ悪いもんな。やっぱり俺はあの八神が嫌いです。あ？やつは俺よりずっと前から兄貴とつるんでた。極道でもねえのに親父からも一目置かれて、まあ面白くねえ野郎でしたよ。東、お前ターボーの父親の話知ってるか？さあね、何かあるんですか？あいつがガキの頃は武道の手ほどきなんかもしてくれたらしい。いい親だったんだろうな。そして弁護士でもあった。へえ。でターボーが15になった頃だ。親父さんはある殺しを弁護して執行猶予付きの実質無罪を勝ち取った。だがな、それを被害者遺族の一人が恨みに思ったんだよ。ターボーの両親は包丁でめった刺しにされたらしい。その頃ターボーは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ。襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた。もしあいつが家にいたらその暴漢を取り押さえられてたかもな。誰も死なずに済んだかもしれない。八神の親殺した犯人はどうなったんです？現場の奥で首吊ってたってよ。一つも救いのねえ事件だった。いっぺんに親を亡くした後、ターボーは親類の手も振り払ってカムロ町に出てきた。年をごまかしてテンダーで働いてたんだ。なるほど。じゃあその頃ですよ、野郎と兄貴が会ったのは。ああ、あいつは最初俺が店で偉そうにしてたのが気に食わなかったんだと。当時は俺だってまだ駆け出しだ。それでもヤクザ相手に15かそこらのガキが喧嘩吹っかけてきやがってよ。生地腕に覚えがあったんでしょうね。その鼻へし折ってやったぜ。ただあいつはそれ以来何度やられようが負けを認めようとしなかった。てめえの痛みを人ごとみてえに冷めた目で見てたっつうか。でもある日それをどういうわけか松金の親父が気に入った。するとターボもだんだん親父の言うことだけは聞くようになってった。もともとあいつはヤクザにしかなれねえ俺らとは出来が違ったんだ。
親父もそこを見込んで谷町を買って出たんじゃねえか。ターボーもそれに応えて司法試験まで通っちまった。そこがまた気に食わなかったんですよ俺らは。でもあいつは取り返しのつかないしくじりをした。もう終わった人間じゃないですか八神は。なのに兄貴も親父もなんだよあんなやつと。それ言ったら破門にされた元極道も似たようなもんだぜ。カムロ町じゃ珍しくもね、ここはその手の人間が最後に行き着く町でもある。あいつも俺もこの町で育った。他に行き場なんかねえ。だから羽村の頭だといくら勝ち合おうが、俺らは俺らの流儀で行くだけだ。兄貴、今の俺には頭の命令が絶対です。でももし兄貴たちを殺せとでも言われたら、精一杯あがいてみせます。その気持ちだけで十分だ。モグラを追う八神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前、海東の破門をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図だが、全ては仕組まれていた。裏社会の掟に翻弄されるカムロ町の男たち、いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボーがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。死ね！
東条会系松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組の古株だ。流れ玉で片木にも怪我人が出てる。栗本？いや、お前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは教令会の送り込んだ鉄砲玉だ。間違いないのか？昨夜東から聞いたんでな。へえ、こないだ俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ犯人は栗本の体にまず弾を4発で、とどめに両目を撃ち抜いた。目を？要するに教令会からモグラへの報復だ。だがこうなると松金組どころか東条会本家も黙ってねえ。教令会との報復合戦になるか。ああ、今の神室町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。もしもし、八神さん。え？ああ、
はあ？なあ八神さん。八神くん。お、八神さん。お願いします。
八神さん、八神さん、八神さん。お。八神さん。え？お願いします。はい。
これが証拠だ。あの、ありがとうございました。ごめんなさい。